トラテラルは2004年制作のアメリカ映画であるマイケルマン監督のサスペンス映画トム・クルーズが悪役を演じたことで話題になったアメリカ・ロサンゼルス平凡で真面目なタクシードライバーのマックスはある夜最初の客は兄と目的地に着くまでの時間に賭けをする賭けはマックスの勝ちに終わり彼は検事局に勤める兄から何か困った時にと 連絡先をもらう。次にマックスは、ヴィンセントと名乗るビジネスマン風の客を拾う。目的地に着くと、ヴィンセントは、マックスの気真面目さを買い、彼に、タクシーの貸し切りを持ちかける。マックスは、貸し切りは規定違反になると断るが、ヴィンセントの強引さと600ドルの誘惑に負け、引き受けてしまう。しかしそれは単なる貸し切りではなく、殺し屋の手伝いをさせられることを意味していた。 当初マックスはそれに気づかなかったが、ヴィンセントが殺した標的の死体が、マックスのタクシーの上に落下するアクシデントが発生する。戻ってきたヴィンセントは態度を表現させ、マックスが何かしようものなら、殺すのも厭わないと脅迫する。かくして、マックスの人生最悪の時が始まってしまった。ヴィンセントは、柔らかな物腰とは、対照的に殺人に対して、 一切の感情を持たない、冷酷な殺し屋だった。地球上から人間が一人や二人消えたところで、何の変化もないと言い切るヴィンセントに、マックスは別世界の人間を見るような思いがした。ヴィンセントは、標的データの入ったカバンを奪って、逃げようとしたチンピラ二人を躊躇なく殺し、クラブハウスで、マイルス・デイビスの昔話に花を咲かせる、ロートランペッターも、 マイルス・デイビスの音楽歴に関する質問に間違った回答をしたため殺してしまう。冷酷な反面、ヴィンセントは入院しているマックスの母に見舞いの花を贈るなど意外な一面を見せるが、目の前で次々に行われる殺人に耐えられなくなったマックスは、隙を見てヴィンセントの標的データの入ったカバンを奪い、中身ごと路上に投げ捨てて、使用不能にしてしまう。 しかし、ヴィンセントは諦めず、殺人データのバックアップを得るため依頼人である、麻薬組織のボス、フェリックスのもとへ、マックスを自分の代役として向かわせる。高い代償を払って作成した標的データすなわち、検察側承認リストの紛失を知ってフェリックスは、立腹し、マックスは命の危機にさらされるが、何とか言い逃れることに成功するマックス。 マックスは残る2名の標的データがコピーされた USB メモリを手に、ヴィンセントの元へ戻る。マックスとヴィンセントは次の標的へ向かうが、フェリックスを見張っていた FBI、そして、マックスの言動を怪しんだフェリックスが差し向けた用人棒たちに追跡される。ヴィンセントは4人目の標的を始末するために、マックスを伴ってコリアンバーに入るが、標的のボディーガード FBI。 フェリックスの用心棒を交えた乱闘に発展してしまう。マックスは、ヴィンセント犯行の当初からこの事件を追っていた、ロス死刑の刑事に保護されるが、仕事を終えたヴィンセントは刑事を射殺してしまう。自分が犯罪と無関係だったことを信じてくれた。刑事を目の前で殺されて怒ったマックスは、ヴィンセントを乗せたままわざと無謀な運転をして、タクシーを横転させるが、ヴィンセントは、 最後の標的である5人目を殺しにその場から去る。事故を目撃した警官がマックスを保護しようとするが、タクシーのトランクに入れられていた最初の被害者の死体を発見し、殺人の容疑者としてマックスを拘束しようとする。マックスは逮捕を覚悟するが、ヴィンセントが残した端末画面には5人目の標的であるアニーの姿が映っていた。このままでは、 確実にアニーが殺されてしまうと考えたマックスは、警官を拘束して銃を奪い、アニーの元へ向かい、途中で通行人の携帯電話を奪う。なんとか、アニーと連絡が取れたマックスは、死の危険が迫っていることを説明する。アニーは最初こそ取り合わなかったが、ただならぬ事態を悟って、ビンセントを交わし、庁舎ビルからマックスと逃げ出す。 ビルの地下に直結した地下鉄で逃げ延びようとするマックスとアニーを、ヴィンセントは犬のような嗅覚で執拗に追い詰める。逃げられないと覚悟を決めたマックスは走行中に地下鉄の明かりが消えた瞬間、連結部のドア越しに銃弾を撃ちまくる。ヴィンセントも同じく銃を撃つが、致命傷を負ったのは彼の方だった。そして、自らの命にも感情を示さず、ヴィンセントは、 ロスの地下鉄で男が死んだところで誰も気にかけないさと言い残し座席の上で眠るように生きえる悪夢の一夜は終わりマックスは兄と連れ立って明け方の地下鉄を降りていくカッコ内は日本語吹き替え脚本家スチュアート BET が17歳の時タクシーの後部座席で運転手と談笑しながらふと思いついた タクシー運転手は乗客に気を許すと何でも話をするが、もしその乗客が殺人鬼だったら、オーストラリアから UCLA 大学の映画学科に進学したビーティは、その時の草案をもとにザラストドミノという脚本を書き、UCLA で知り合ったプロデューサーのジュリー・リチャードソンに見せた。ジュリーはフランク・ダラボン、チャック・ラッセル、ロブ・フリードらが所有する。 エッジシティプロダクションと仕事をすることが多く、この脚本をエッジシティに売り込んだ。採用が決まると HBO に引き継ぎ、制作には HBO と独占契約をしているドリームワークスがすぐに手を挙げた。ドリームワークスのリストによれば、当初ミミレダー監督で計画されていたが、3年以上も動きがないままヤヌスカミンスキーに変わった。ビンセント役には、 ラッセル・クロウがほぼ決まっていたが、進展しないので、クロウは降りた。次に、トム・クルーズとアダム・サンドラーの名前が上がったが、サンドラーは、スパングリッシュ太陽の国から来たままのことが予定されて、いたので断り、最終的にトム・クルーズとジェイミー・フォックスで決定した。監督にマイケルマンを提案したのは、インサイダーで組んだ、ラッセル・クロウだった。スチュアート・ビーティが書いた脚本は、 タクシー運転手、女性の図書館師匠、殺しを目撃する黒人女性警官らを取り巻くニューヨークを舞台にしたラブストーリーだったが、フランク・ダラボンやマイケルマンによって大部分が書き換えられた。またビーティはタクシー運転手にロバート・デ・ニーロを思い描いていたが、制作側はもっと若い俳優にするべきだと主張した。常に作品のリアリティを求めるマイケルマンは、 登場人物の人間像に深みを持たせるため、各々の出身地、家族、趣味など劇中には現れないバックストーリーを用意しており、これにはトム・クルーズも感心したという。また、トム・クルーズは3ヶ月の実弾射撃訓練を、ジェイミー・フォックスは、もはやべ砂漠のレース場で、ドライビングテクニックを、ジェイダ・ピンケット・スミスは、本物の女性検察官に丸ついた付き添って、 仕草や服装などを学んだ。マークラファローは、劇中で銃を持つシーンがないにもかかわらず、銃を携帯している雰囲気を醸し出すため銃の取り扱いを習得させられた。撮影には夜景を鮮明に捉えることができる、バイパーフィルムストリーム高解像度カメラが使用された。メジャーな映画では、初の試みだったが、これが功を奏し、たまたま撮影現場の近くを横切った小用手を、 照明を使わずに撮影することができた。本作は批評家から高い評価を得ている。映画批評家レビュー集積サイトロッテントマトズでは226件のレビューがあり、批評家支持率は86%、平均点は10点満点で7.45点となっている。批評家からはトム・クルーズとジェイミー・フォックスの演技に高い評価が寄せられた。サイト側による 批評家の見解の要約は、マイケルマン監督のトレードマークのビジュアルと、トム・クルーズの無駄のない悪役が原動力となり、コラテラルは、スタイリッシュで、魅力的なノワールスリラーとなっている。また、メタクレティックには41件のレビューがあり、過重平均値は71、100となっている。映画評論家のリチャード・ローパーは2004年の、お気に入りの映画10本の中で本作を挙げている。 また、本作は、ロサンゼルスタイムズの作家と編集者のグループにより、過去25年間で、ロサンゼルスで9番目のベスト映画に選ばれた。ありがとうございます。